脳への効果、機能アップっていうのはおそらく自重トレーニングは高いだろうなというふうには考えています。自重トレーニングはマシンのトレーニングと違って姿勢制御にリソースがいる、ってことは姿勢が崩れてしまったら全然動けないわけですから、姿勢を維持するためにコアスタビライゼーションなんかが大事になってきますね。おっす、久野自重筋トレ道場へようこそ。久野です。井田です。本日も井田さんとコラボということでよろしくお願いします。お願いします。我々は自重筋トレの良さを皆様にお伝えしていきたいと思ってるんですよ、はい、なぜなら久野さん、自重筋トレって効果あるんですか？久野さんなんかダンベルバーベルめっちゃ筋トレ、それで筋トレしてるじゃないですか。やっぱりそういうのを使っていかないと意味ないですかね。すごい聞かれるんですけど、僕が言いたいのはジムで筋トレしなきゃいけないってことなくて、自重筋トレでもいいことってたくさんあるんです。これは僕が思ってるだけじゃなくて、きちんとした様々な理由に基づいて言ってるんです、うん、それを今日は正確に井田さんもいるので、その自重筋トレがいいっていう理由を説明していこうかなと、この豪華スタジオを使い、豪華ホワイトボードを使い説明していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。伊田さん、自重筋トレはいいぞ。うん、自重筋トレがいい理由って何か思い浮かびますか？はいはい、まあ、まずトレーニング、筋トレをする上で、まあ、皆さんが思い浮かぶであろう目的である筋肉をつけるということですね。筋肉をつける効果っていうのが自重トレーニングも間違いなくあります、うん、でこれがウエイトトレーニング、うん、ウエイトを担いでやるトレーニングと比べてどうかって話じゃなくて、自重トレーニング単体としてまずしっかりと筋肉つける効果あるので、うん、これは大きなメリット、まず最初に出てくる、うんうん、はい。まあ、あとはこれは筋トレ一般のメリットにもなるとは思うんですけども、脂肪を減らすとか、まあそういう効果っていうのも当然あります。でさらには自重トレーニングというのは一般的にですけども、いわゆるウェイトトレーニングであったりとかマシンの筋トレよりも協調的な動きが多く、これが今聞いてましたか、すごいいい言葉出ましたよ、協調的な動きができる、はい、そうですね。協調的っていうのは先生ちょっと詳しく言っていただくと、いろいろな文脈があると思うんですけども、まずじゃあ一つの文脈で言うと筋肉と筋肉の協調、うん、一つの動きをするにしても、うん、固定化されたマシンのトレーニングでは、うん、まあ特定の筋肉を狙うっていう意味で、うん、いいトレーニングではあるんですけども、協調ということはできないです、うん、ただ自重トレーニング、こうやって例えばここでスクワットするのも、まあ、自重トレーニングの一つですし、うん、ちょっと映らないんではないですけども、プッシュアップするのも自重トレーニングなんですけども、うん、そうすると自重トレーニングの方が一般的によりたくさんの筋肉と筋肉、うん、プッシュアップだったら、まあ、当然胸の筋肉もそうですし、まあ、手動筋である上腕三頭筋もそうですし、まあ、コアであったりとか、うん、まあ、あるいは足でバランスを取りますので足回りの筋肉も使っていくという意味の筋肉の協調。そうなんですね、はい、これはめちゃくちゃそうなんですよ。めちゃくちゃそうです、はい、座ってチェストプレスマシンで押す、まあそもそもチェストプレスマシンでこう押すのと地面を押すって、もう一見確かに押してる動きで似たように見えますけど、もう体の形も動き方も全然違う動きなので、チェストプレスマシンっていうのは背中に背もたれがありますよね。背もたれに自分自身の体を預けて背もたれの反発力を使って押すのと、自分自身のコアを安定させて地面を押して自分自身が上に上がってくるプッシュアップとでは全く運動景色が違ってきます。両方とも大胸筋が主導筋ってことには変わらないんですけれども、プッシュアップの方が肩甲骨から前に押すっていう動きがしやすい。後ろに背もたれがあるプッシュアップだと肩甲骨が背中で押されて固定されやすい。そういった点もあり、より動きとして協調性がある、様々な筋肉との連動が生まれやすい。マシンのトレーニングとは使われる筋肉が少し変わってくる、そういったメリットがあるってわけなんですね。これ僕書こうと思ったんですけど、テロップ入れてもらいます。ちょっと協調性が、まあ、協調性を使いやすい、はい、これはもうめちゃくちゃいいメリットです、はい、で今は僕筋同士ですね、いろいろな筋が使われるという意味で協調性が一つあるって言ったんですけども、協調性というのは筋肉をたくさん動員できる、いろいろな筋肉を動員できるという協調性も当然、筋同士の協調性もあるんですけども、筋肉と神経系、脳みそであったりとか、まあ、脊髄系ですね、こういったところの協調性っていうのもやっぱり大きくなります、うんうん、というのもバランスを取る必要が出るものが多かったりとか、うん、さっき言ってたいろいろな筋を使うっていうのは、筋を制御しているのは神経系、脳、脊髄なので、うん、そこにおいて、まあ、たくさんの指令が神経系から出ていくという、うん、筋肉と
脳、神経、うん、まあ、脊髄ですね。こういったものの、協調性っていうのも自重トレーニングの方がより鍛えられやすいだろうということは推測ができます。うん、マシンのトレーニングなんかは、まあ、バランスを保ちながら、マシンで座ってやって軌道が決まっているので、はい、バランスを保ちながら行えることがメリットではあるけれども、それによって、まあ、全身の協調性をより使っていくみたいな文脈においては、ちょっとその辺は寂しいなと、うん。自重トレーニングをしていくと、様々な筋同士だけでなく、今おっしゃったように、脳、脊髄っていう部分の協調性も使うことができ、それがむしろ、まあ、いいことなのではないかと。これは本当に、そうとしか言いようがない。素晴らしい。で、実際に WHO、世界保健機関でも、運動のガイドラインっていうのを出してるんですけども、そこには、まあ、週あたりどのくらい運動しようねってそれぞれいろいろあるんですけども、うん、有酸素運動をやりましょうねっていうのがあったり、あとは筋トレみたいな強度が高い運動をやりましょうっていうのが、まあ、あったり、うん、それプラスアルファ、有酸素やろうね、筋トレ強度高いものやろうね、プラスアルファで今言ったような協調性が高くなるような、うん、まあ、少しこう複雑な動き、うんを取り入れてください。それの枠が、もう WHO も言ってるぐらいなので、うん、有酸素、筋トレ、協調、さらにもう一つが複雑な、やや複雑な、はいはい、まあダンスとかなんかちょっとスポーツとか、そういう感じ、歩くだけの有酸素じゃなくて、ちょっと体をいろいろ動かしていくみたいな運動が。やっぱりその辺に該当するのかな。そうですね。まあ、自重トレーニングっていうのは比較的にそっちに、まあ、近かったりとか、まあ、あとは筋トレとその別の枠であるんですけども、グラデーションを協調性であったりとか、複雑な動きよりになりやすい運動なので、うん、そういう意味で言うと一石二鳥なところもあったりとか、マシンでの筋トレには得られない効果っていうのが、それはそれであるので、あるし、なんそうですね。確かに。筋トレの中でも、まあ、すごく動きシンプルなマシンのトレーニングもあれば、自重トレーニングの中で全身を強調して使っていくみたいなものになってくると、まあ、ちょっと複雑な運動よりに近くなってきますよね、当然。はいはい、まあ、そういった同じ筋トレだけどちょっと複雑な動きになってきて、WHO が言うところの、まあ、複雑な運動のカテゴライズに近くなってきて、そういった効果も期待できるんじゃないかと。素晴らしいですね。じゃあ二つ目としては、やや複雑な動きであるみたいなことかな。そうですね。協調性と被るところではあるんですか？被るところではあるけど、うん、いや複雑なトレーニング、複雑性があり、それが健康効果があるという感じかな。うん、そうです。これも全部多分繋がってるのと、まあ、前の動画でもお伝えした通り、結局協調性が必要とされるっていうこと、あとは複雑な動きを制御しないといけないということは、まあ、脳へのトレーニングじゃないですけど、うん、脳への刺激、まあ、神経系への刺激を高めてくれるので、うん、認知機能であったりとか、まあ、脳の機能ですね、うん、そういったものをまあ高めやすいんだよ。これは別にこうエビデンスベースの話で、こう自重トレーニングの方がどうだっていうのを今の段階で明らかにしてるような話じゃないと思うんですけども、うん、脳への効果、機能アップっていうのはおそらく自重トレーニングは高いだろうなというふうには考えています。うんうん、そのような様々な、やや複雑な動き、協調性があるような動きをすることによって、脳への情報をたくさん、脳とのしっかりとしたですね、まあ、脳を働かせてくれる、脳への刺激も、まあ、高くなるのではないか、うん。エビデンスベースではないですけれども、そういった効果も期待できるということが、うん、まあ、ありますと。あとは、強いて言えばというか、自重トレーニングで筋肉を追い込もうとしたら、どういうところがポイントになりますか？筋肉をつけるために追い込もうとすると。ポイントはありますけど、安定した姿勢とかがより重要になってくるかな。はいはいはい、自重トレーニングはマシンのトレーニングと違って、まあ、姿勢制御に、はい、まあ、ちょっと力がいる、はいはい。姿勢制御にリソースがいる。うん、ってことは、姿勢が崩れてしまったら全然動けないわけですから、はい、姿勢を維持するために、ここはスタビライゼーションなんかが大事になってきます、ね。まさに、いろんなところを使うっていうところとつながるんですけども、やっぱいろんなところを使う。あとは、結局トレーニングでこう筋肉を大きくしようと思うと、筋肉をオールアウトに近い状態まで持っていかないといけない。で、自重トレーニングってその人の持ってる体重によって負荷っていうのは全然変わるんで、一概には言えないんですけども、まあ重たい重りを持ってやるウェイトトレーニングよりかは、このオールアウトまでに至るまでにたくさんの回数を要するっていう、これデメリットでもあると思うんですけども、でも逆に言うとメリットでもあると僕は思ってます。で、筋肉をつけたいという目標で自重トレーニングをすると追い込まないといけない。で、追い込む過程において、すごい多くの量の運動量が必要とされるっていうのは、カロリー消費につながりますし、そう、自重トレーニングで筋肉をつけようと思うと、それに伴って脂肪は減りやすい状態になるっていうのは、まあ、ある意味僕は
メリットなんじゃないかなというふうに感じています。はい、間違いなくメリットです、うん。たくさんの量をこなすっていうことが、むしろメリットになるというわけなんです。自重トレーニングっていうのは、今言ったように様々なメリットがあります。決して道具がないから、ジムに行く時間がないから、仕方なく自重筋トレをやるっていうんじゃなくて、自重筋トレにしかないいい面もたくさんあるんです。だから、ウェイトトレーニングをしている人こそ、むしろ、別に全部を自重トレーニングしろって言ってるわけじゃなくて、トレーニング一部を自重トレーニングするっていうのもいいんじゃないかなと僕は思います。うん、はい、僕結構胸のトレーニングとかでプッシュアップやるんです。まあ、ディップスも自重トレーって言ったら自重トレーですし。まあ、僕は前鋸筋の活性を狙うために、背中をフリーにした状態でのプッシュはすごい重要な風に考えてるんですね。あと、片足のブルガリアンスクワットとか、自分自身の姿勢制御、自分自身を意のままに操るコントロール能力を高めるっていう意味でも、自重トレーニングすごくいいと思います。今日は本当、協調性って言葉が、すごいいいワードとして出てきましたね。体の全身をですね、一つの筋肉だけが動くんじゃなくて、他の筋肉や脳や脊髄とうまく連動させて、全身をうまく使っていって、様々な健康効果をゲットしてください。その方法として我々は自重筋トレをおすすめしています。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当今日は思ったよりも3倍いい話になった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当におかげさまでございます。というわけで、今日の動画はここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。